こんにちは、原町接骨院久松です。今回はここが違う片頭痛と緊張性頭痛の違いということでお話しいたします。先日片頭痛についての動画を上げたんですけども、それをご覧の方から片頭痛と緊張性頭痛の違いは どうなの、見分け方はどうなのということでご質問を受けました。今回はそれについてお話ししていきます。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは片頭痛そして緊張性頭痛、その見分け方が分かります。ではお話ししていきます。片頭痛っていうのは低気圧やストレス、温度変化などが原因で血管が広がります。そして広がった血管が神経を圧迫して起こる頭痛です。それに対し緊張性頭痛というのは血行不良や首肩周りの筋肉の緊張が原因で起こります。ですからもう首こり肩こりがひどくなって起こるのは緊張性頭痛と思ってください。そして痛み方なんですけども、片頭痛というのは左右もしくは肩側のこめかみ付近がズキンズキンと痛むような感じ、そして場合によっては血液の脈動に合わせて、血管の脈動に合わせてズキンドグンドグンに合わせてズキンズキンとくる場合があります。緊張性頭痛はそれに対し後頭部や頭全体が締め付けられるような感じ、重い感じがするっていうのが緊張性頭痛の特徴です。そして対策なんですけども、片頭痛はアイシング、冷やす、そして静かな暗いところで休むのが対策です。それに対して緊張性頭痛は逆で温める、あとはストレッチや体操などが有効になります。ですから緊張性頭痛や片頭痛判別するにはこれを利用するといいです。温めて悪化するのが片頭痛、温めて改善するのは緊張性頭痛、またはアイシングして改善するのは片頭痛、アイシングして悪化するのは緊張性頭痛という形で基準にしていただけるといいです。ただやっぱり頭痛は場合によってはもうすごい重症な疾患が隠れているかもしれないので、まず頭痛が出たら最初に病院に行って、診断していただくのがいいです。そしてその上でこの片頭痛や緊張性頭痛の判断をしていただけるといいです。また頭痛、例えば頭が割れるように痛かったりとか、手足がしびれたり、ろれつが回らなくなったり、意識がなくなるような頭痛はもう緊張性頭痛でも片頭痛でもない、もうもっと重症な頭痛なので、その際は即病院に行くようにしてみてください。ということで今回のお話もう一度まとめると、片頭痛は低気圧やストレス、温度の変化などで血管が広がって神経を圧迫して起こる頭痛です。そして緊張性頭痛は血行不良や首肩周りの筋肉の緊張が原因で起こります。痛み方は片頭痛は左右もしくは片方のこめかみ付近がズキンズキンと痛む、緊張性頭痛は後頭部や頭全体が締め付けられるような重い感じがする。そして対策は片頭痛は冷やす、静かな暗いところで休む、緊張性頭痛を温める、ストレッチや体操、もう全く逆になりますね。そして判別方法は、頭で悪化するのが片頭痛、温めて改善するのが緊張性頭痛、もしくは冷やして改善するのが片頭痛、冷やして悪化するのは緊張性頭痛という形で判断していただけるといいです。ただね、頭痛場合によってはね、そういうひどい上昇の脳にね何かあるかもしれないので、まずは病院で診断してみるのを私はお勧めいたします。そして、もしこれをご覧のあなたが頭痛以外でも、心の不調、体の不調、内臓の不調などでお悩みでどうにかしたいとお考えしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの心の疲れ、体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れ回復するお手伝いをさせていただきます。またもしあなたのご自宅が遠方である場合、または外に出るのが辛いぐらい調子が悪い場合、またはこのご時世移動して人に体を触られるということに対して不安がある場合、そんな時はそんなあなたのために自宅にいながらパソコンやスマートフォンの画面を通してあなたのエネルギーの調整を行い、体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復するオンライン遠隔整体というのを私やっております。
これでしたらあなたは自宅にいながらあなたの体を整えていくことができます。そんな私の自律神経の整体やオンライン遠隔整体に興味がございましたら下の概要欄をご覧になって電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。そして私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日21時から22時の間スタートでご覧のチャンネルで YouTube ライブ、ライブ配信を週2回やっております。内容は同じなんですけども1週間の配信した動画の復習とあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。また、ライブの最後にはいらっしゃる方全員でご希望があれば、合同でエネルギーを調整を行うオンライン遠隔整体のご登板もやっております。内容は1対1のオンライン遠隔整体に比べると効果は落ちますけども、やった方から手足が温かくなった、よく眠れた、寝落ちしちゃったという声もいただいております。よろしければライブ配信もご参加ください。参加していただけると私非常に嬉しいです。そしてこの動画があなたにとって参考になるようでしたらグッドボタン、チャンネル登録していただけるともっと嬉しいです。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。